こういう場所やばいんですって思うんですよ、うちの国って言えるように旅しようと思って半年旅してたみたいな。本来の結婚式の形、日本の原風景が残っているなと思ったのが私、東北のイメージ。自分だけじゃなくて地域と一緒に作っていくっていうことが僕にとってはやりがいというふうに感じています。